最近ちょっと暑くなってきましたね。ちょっと全然関係ないんですけど、今日はですね、高学歴ボクサーについてお話ししてみようかなと思います。やっぱね、優秀というか、まあ高学歴で、で、かつね、ボクシングが強い選手っていうのはやっぱね、中にはいます。まあもちろんね、高校生の時に、まあ、なんつうのかな、アマチュアボクシングで実績残して、で、まあマーチだったり、カンカン同率だったりっていうね、有力な大学に、まあ、ボクシング推薦でね、入っている。で、高学歴になってプロになるっていう選手たちもいますし、自力でですね、難関大学に合格して、プロになって日本ランカーまで行くっていう人も、いますんで、ちょっとね、その辺のね、紹介してみようかなと思います。一応ね、今回ね、ちょっと探してみたのは、現役のボクサーで、しかも強い選手っていうテーマでちょっと探してみました。まあ、まずね、ちょっといろいろ、情報集めてみたんですけれども、やっぱり高学歴といったら、まあ、マーチ以上が、まあ、私個人的には、なんつうのかな、高学歴だと思ってて、やっぱね、マーチに入れる、まあ、カンカン同率もそうですし、やっぱね、難しい、大学に合格するっていうのは、もうすごいこと。まあ、もちろんスポーツ推薦でもそうです。まあ、ボクシングで、まあ、強いマーチって言ったら、もう中央大学と法政大学、ぐらいかなっていうので、まあ、基本的にアマチュアボクシングの関東一部って言ったら、やっぱ、日本大学とか、東洋大学とか、うん、あの辺がね、やっぱ、非常に強いですね。まあ、あと、駒沢大学とか、あとはなんかちょっと薬物問題でね、落ちちゃいましたけど、東京農業大学とかね、はい、まあ、有名ですけれども、まあ、今回はね、まあ、それよりも上の高学歴な、大学出身のプロボクサー、しかも強い選手についてちょっと紹介してみようかなと思います。まあ、まずね、早稲田大学、まあ、早慶ですよね。ちょっと慶応はね、現役でちょっといまいちよくわかんなかったんで、まあ、早稲田大学なんですけど、岩田翔吉選手、それから藤田穂村選手いますね。岩田選手は、世界タイトルマッチまでやったのかな、ただまあ負けちゃいましたけど、で藤田選手は、元日本スーパーライト級のチャンピオンということですね。岩田翔吉選手はあなたかな、アジアタイトル取ったな、確か。もう早稲田でボクシングを強くても最強ですよね。もう早稲田大学自体はね、最近ちょっとボクシングが下火にはなってきてますけどね。で、続いて、まあ、マーチ行きましょうか。もうね、やっぱ、法政大学ですね。これは、まあ、井上選手ですね。スーパーウェルター級の。まあ、この選手もね、世界タイトルマッチ確かやっちゃうと思いますけれども、まあ、これ非常に強い選手ですね。未だ現役ですね。それから、明治大学。明治大学、小川健一選手。まあ、この選手に関しては、世界チャンピオン取ってますから、スーパーフェザー級でね。これはまあ一応まだね、現役でやってますけれども、まあ、もう一回ね、ちょっと世界タイトル見たいなとは思うんですけど、ただね、この選手、明治大学のボクシング部じゃなくて、だから日本拳法ですね。拳カッチカチなんですよ。拳がめちゃめちゃ硬い選手になりますね。でそれから中央大学。まあ、中央大学ね、最近ほんとボクシング強いですよね。今、ライト級の日本チャンピオンの三代選手。それから、ヘビー級、日本ヘビー級チャンピオンの田島光選手。それからですね、今度パリオリンピックで、オリンピック出ます。で、岡澤セオン選手。この選手も中央大学出身ですよね。まあ、中央大学もほんと最近強くなってきたかなっていうような感じで、中央大学でね、一緒にですね、私が、ちょっと注目してるのが平成国際大学、宇月秀選手が、出身大学なんですけど、まあ、ここはね、そこはね、頭がいい大学じゃないんですけど、まあ、宇月秀選手とか、まあ、あとは元日本バンタム級チャンピオンの堤選手がね、今、王座返上してね、世界タイトルにそろそろっていう感じなんですけど、平成国際大学も最近強くなってきてますね。で次、関西行きましょうか。関西はですね、やっぱ関西大学、世界チャンピオンのケンシロウ、寺地ケンシロウ。これはね、関西大学ですね。それから、元日本スーパーフェザー級チャンピオンの坂康介選手。今、東洋チャンピオンだったっけ？この間負けちゃったんだったかな？そして、なんとですね、もう私が個人的にですね、今の現役のプロボクサー A 級選手の中で、一番地頭がいいと思っている選手。一番高学歴だと思っている選手。元日本バンタム級の日本ランカー。テルノビタ選手ですね。ラッシュミドルジムの選手ですけれども、まあ、この選手ですね、トヨタ工業大学ということでですね、トヨタ自動車がね、出資している大学の出身ですね。で、この人のね、なんかね、ウィキペディアがね、あったんだよ、テルさんの。テルさんのね、ウィキペディアがあって、それもね、全部書いてあったんだけど、まあ、トヨタ工業大学出身で、まあ、現在ですね、トヨタ自動車に勤務しているということで、まあ、すごいんですよ。それでいて、まあ、元日本ランカー。まあ、ここ最近はですね、まあ、負けと引き分けが、重なっているっていうような状況ですけど、でもね、めちゃくちゃ強い選手ですね。まあ、私もね、何回かスパーリングさせていただきましたけれども、毎回ね、コテンパンにされるんですよね。
もう本当に強い選手ですね。まあ多分おそらく現役プロの中で一番インテリボクサーだと思ってますね。豊田工業大学とかやばいっすよね。なかなか入れるもんじゃないですからね。はい、まあ、ということでね、まあ、今回高学歴ボクサー、紹介してみました。やっぱね、まあスポーツ推薦ってやっぱ羨ましいよね。やっぱさ、普通のさ、勉強じゃさ、一生懸命頑張ってもさ、なかなか中央大学とか法政大学とかさ、関西大学とかさ、難しいじゃん、入るの。ね、早稲田とかなんか、なおさらそうだよね。だけど、やっぱりボクシング一生懸命やって、で高校の時にまあインターハイとかでね、結果を残したら、まあ、こういう大学にね、入れたりするわけなんで。だからまあもちろん勉強一生懸命頑張るのは当然なんだけど、だけどそれと一緒に、スポーツ。一生懸命頑張って全国的に結果残して、それで学歴も手に入れの、その卒業した後にプロに行きのっていう、なんかそういうのはね、ある種一つの、まあもちろんね、そのなんつうのかな、学歴マニアからしたら批判の的にはなるんだけれども、だけれども、みんなが勉強してた時間、しっかり、まあスポーツでね、自分の自己研磨して自分自身を高めた結果、まあ中央大学とかね、法政大学とか早稲田に行けたってことなんで、だからそれはそれで私はなんかありなんじゃないかっていうふうに思いますね、個人的にはね。はい、まあ、ということでね、まあ、今回高学歴なボクサー、紹介してみました。まあぜひね、彼らに負けないように頑張っていきましょうか。それじゃあバイバイ。